これね、これ今日はハイマウントをちょっと変えていこうと思います。これね、スモーク張ってるから見えないんですけど、アルトのハイマウントってここにあって、実際弾1個なんですよね。なんか光り方がチャチーというか、なんかできないかなということで、ハイマウントちょっと小細工してみようかなと思います。一回ちょっと外すのに、こうスライドしたらこのカバーが取れますね。中ね、 LED に変えてもらってて、まあ弾があるんですけど、でここがね、ここがこの丸になってるんですよね。なんかね、これをちょっと変えていくことで光り方を変えれないかなと思っております。でちょっとこれを外したいので、まあ、これネジ2箇所取っていきます。はい、ネジが2本だけなんで簡単ですね。で、まあ、一応こういう感じでついてるんですかね、これね。ちょっとこれを開けていきたいなと思います。はい、ちょっと今点灯チェックをしようと思って、このつっかえ棒で疑似的に踏んだ状態をしたんですけども、この中に入ってた LED が、まあ、赤色じゃなくて白色の LED でした。まあ、これはこれでいいかなと思うんですけど、ちょっと純正のね、光り方っていうのも確認しときたいなと思うんで、ちょっと前後するんですけど、一回元に戻して見ていきたいと思います。こんな感じですね。真ん中のこの丸いところはもう抜けてるんでめっちゃ光るんですけど、端っこがリフレクターというかレンズに反射してるだけなんで、光り方がこんな感じなんですね。これをこの丸い感じからなんかうまく拡散するような感じにできないかなというのを思ってます。はい、とりあえず外してきました。で、構造的に、あ、車両にはこんな感じでついてるんですけど、こっち上ですね。で、ここ2つなんかポッチみたいなのがあるんで、これを押したらこの赤いレンズが外れそうなんで、これはちょっと外してみたいと思います。はい、ちょっと取り外してみたらこんな感じ、中身がこんな風になってまして、光はね、この黒い本体側の方からすると、まあ、この幅で拡散するようにはなってると思うんですよ。ただ、このレンズ側、赤いレンズ側の方の裏側を見ると、この丸いところだけこう分かるっすかね。なんかね、なんかちょっとこう、段がある。なんで、あの真ん中だけパッとこう丸く光るような拡散になってるんじゃないかなと思うんで、ちょっとねここを削ってやって、でまあこの辺ですかね、この辺ぐらいまでだから四角く光るような感じで持っていけたらなと思ってます。なんで
この裏側ちょっとペーパー当てて四角くなるような感じでペーパー当てて、でここに中ちょっとアルミテープ、まあ、拡散する光が拡散するようにアルミテープとか貼っていって、まあ、このハイマウント自体がこの丸じゃなくてこう四角いようなイメージで光るようにしていこうかなと思います。マシにはなったと思うんですけど、まだちょっと、うん、円がねこう残ってるんで、もうちょっと削っていこうと思います。ちなみにちょい削ります。はい、この段差をね一応なくしたんですけど、やっぱりねこの丸のところはちょっと違うんかな、なんか成形上違うのか、これ段差はないんですけど、こんな感じで違いますね。はい、でこんな感じでまあまあ削れたんで、掃除してちょっとね汚い目が詰まってたりするんで、これをパーツクリーナーとで綺麗にしてですね、でこちらのこの耳の部分を黒く塗ってやろうと思います。表面からと裏面からと塗って、四角のハイマウントストップランプに近いような状態作ろうかなと思います。まあ雑ですけどアルミテープ貼りました。横かな、この横がちょっとでも拡散してくれたらいいかなと思います。で、こちら色塗りました。四角に光るように、まあ四角くマスキングをして、はい、このような感じで塗装しましたんで、組み付けて、光り方どんな感じで光るのか見ていきたいと思います。組み上がったらこんな感じなんで、まあこれで結構四角く光ってくれると思うんですけど、早速ちょっと元に戻していきます。外からはもうスモーク張ってるんで、まあ、ほぼ見えないで、ちょっと光らしてみたいと思います。お、変わりましたね、だいぶ光り方が変わった、うん、思ったように、まあほぼほぼ四角、なんかちょっと歪んでんなちょっとここ歪んだかな、マスキングがちょっと歪んだかもしれないですけど、もうほぼほぼ四角こんな感じで光るようになりました。まあ最初のねこの丸がすごかったんで、丸はだいぶ取れてる気がしますね、はい、この丸で四角になるかなと思ったんですけど、それもだいぶ和らいでますね。ペーパーで削った甲斐があった感じですね。ちょっとここがちょっとやっぱり歪んでんな、ここはもう一度修正するなり考えたいと思いますけど、まあ意図したような四角で光るようになったんで、うん、ちょっとねやっぱ丸だとねすごいチープ感あったんで、これでいい感じじゃないかなと思います。ということで今回は完全自己満足ハイマウントストップランプの光り方を変えてみたということで、こんな感じで光るようにしてみました。